はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。大丈夫です、ちゃんと起きてますよ。キララファンタジーの未来は どっちだということで、前田香織は元気なんですけど、楠木智美と、おっとダメだった、河野真理子がね、頑張りましょうね。やられちゃいましたね。コルク、よろしく。入り用のものがあればうちの店に来て。クワちゃんはまあ今のとこ元気ですが、やっぱりハードスケジュールはちょっと気になるとこですね。だってあのなんだ、小倉行って、バスツアーで東京行って山梨で、で翌日の1時間半の生ですからね。まあ平気でこなしてる人もいるんでしょうけどね。朝のトレーニング気持ちいいわね。パーティーさんが開いた。いつまでできるかキララファンタジーはもうわからないし、すごいわ。声優業界もどうなるかわからないですけどね。とりあえずこれ頑張っていきましょう。まあ追ってるファンも大変だよなって思った。行ってくるね。まず全部は追えないよね。強くなって帰ってきます。で、まあマリンカにしてもやっぱりね、あの サイン会とかで、まあどうかな、やれてる人もいるからな。まあ2000万台をお願いできますか。ソロデビューで、ありがとうございます、すっごく助かりました。2000枚台を言ってたから、やっぱりもしかしたら次がないとかいう話になってたから、コロンビア優しいからね。もう朝か。よし、今日もやるぞ。結構独自路線で面白いことやってるし、そこまであの悩むことはないと思うんだけどな。まあドタキャンは良くなかったよな。もう北海道から来て、なんかイベントリリーベで、亡くなって接触を機会がないっていうので、悲しんでる人いましたけど、ま、本人の体調は仕方ないとしても、ま、その人の気持ちも分かりますよね。もったいファンのことを考えたやっぱりイベントね、もしそういう接触があるなら公正にしてほしいなと思った次第です。まあトモリルは本当頑張れとしか言いようがないですね。あれは視点難病だからな。錯覚クリエメイトの皆様は、まあメインクエストを中心にやっていきます。やったよな、ルーム行った？そう、なんかね、私のファーストラウンドはアリスで、すっごく助かりました。高橋みなみと大西沙織がしたのは結構びっくりした。丈夫で強いと思ってたからな。あ、時々ヘラる時あったけど、
高見な喉か。まあでもメイドラゴンつながりで言えば田村睦美も手術して数年あの少年役棒に振ってるから我慢の時ではありますね。そっからまた立ち直ってきたからね、田村睦美は。赤、難しいな。これ土属性だ。大西沙織はちょっと謎だよな。竹闇を見せると思わなかった。で、都市帯でアヤネルが、こうちゃんっていう、旧友呼んだ、いるんだよな。まあでも、なんかかなりこなせてて、アヤネルびっくりしたらしいけど、正直じゃあ声優のメリットってなんだって考えちゃうよな。これって演技的なものじゃなくって、まあ、ビジネス的なものでね。カオ先生、赤尾ヒカルは本当に頑張ってるよな。なんか年末クリスマスイブにシーサイドのイベントがあって出るけど、本当自分ちゃんと外見とかアバババババの声と違って、よーし行くぞ諸君、ね、諏訪彩香とともにやっぱり、まさかあそこまで追い詰めたのに逃げられるなんてな。相談とか理知的なあれをしててすごく、最後すっごい早かったよね。しっかりしてる人だったなって思ったんで。でもあれは深川セリアとの遭遇が楽しみです。あれはまだ余裕があったようにも見えて、あるだろうな。カルダモンが本気を出さない理由なんてあるかい？わかった、出さないんじゃなくて出せなかったんだよ。どうしてだ、僕と彼が加わったんで。ちょっとそれはセリアちゃんの仲いいんで。わからないけど、なんとなくなんとなく楽になった感じはありますね。まあでもユキ様の言う通り、出さないよりも出せなかったという方が納得はできます。スキップしてバトルに行きます。どんどん進めていきます。何の話してんだ。できます。本気の一発、まあ、カオヒカルはすごいですね。あんまり好きじゃないけど、そういうスタイル。みんな大丈夫ですか。痛いけど我慢してよ。でも目を引きますね。やっぱりどうしてもこの辺の、こう来るとは思わなかったろ。今一番右の声優が、まあ、ことぶきみなこなんだけど、どうしてもこういう風に軽音とかで早く台頭した人、まあ早見沙織とか結城葵なんだけどの壁が今厚くて、やっぱり声優業界、新しく来た人は絶対不利だよな。まあ、プロデューサーがそういうのを選んじゃうからな。悪いけど痛いよ。じゃあどうすりゃいいかっていうと、うまぴょいするしかないんだよな。うまぴょいするか、まあ、別の社員ポストとか別のアイドルコンテンツに乗るか。これから頑張ってよな。あとファイルズアイとか、次はもっと頑張らないと。セルフプロデュースが必要な時代かもしれないですね。まあ
なんかな、クワちゃんの世代ってやっぱりなんかプロレス、新日本プロレスの第三世代を思い出して切ないな。永田さんみたいに、水属性。マリンカも高見菜も、大西さんもね、みんなやられちまった。まあまあ高見菜は戻ってくれるとは思いますけどね。まあ種田みたいなもう喉やってしまって復調できないっていうケースもあるからな。足元気をつけてね。だからあんまり途中で休める場所が見当たらないのは結構辛いな。今日ザメに。ルークちゃんたちは大丈夫？あ、はい。ですね。まだ大丈夫です。キララさんは平気ですよね。うん、おかげさまでね。ありがとう、マッチ。手伝える時に手伝わないと、ランプがうるさいからね。マッチ聞こえた。そう、クスノキともりは。そんな言い方しないでよ。二人がいてくれて、私は本当に良かったって思ってるのが。デクダンスとか、あの魔女をたびたびみたいのに叫ぶ役するとやっぱりね、体やっぱり負担かけますね。ああいうのはなるべくやめて。後輩とかすごい良かったんで、そういう役やっていった方がいい。まあベストはやっぱり、ね、アニマエルのこと、ね、だからな。あんま無茶すんなよ。ここからが本番よ。ただああいう役ばっかりでもやってるけど違うしな。マキマはどうなるんだろうな。先生だって怒りますよ。覚悟できてるんでしょうね。よしよしよし、もうちょっと。ダメだ、死なせないぞ。マジか。そう、大久保ルミが元気ですよね。ファイルズの2人だよ。大久保ルミをしかり、特化型にしていくっていうのは、特化型じゃないけどな、大久保ルミ。その中のやっぱりスキルを一つとして受付嬢が全力でかかるわよ。クローズアップされただけに何でもできるタイプではあるんですけど。まだまこのままじゃ。そういう動きの中でやっぱり受付嬢な彼女っていうあのポジションを取ったのは本当大きいですね。これで大丈夫か。こういうやっぱりプロデュース力が求められるんじゃないかな。まあそれともに、あの一つイメージ打破する能力もいりますね。ボス戦だ。マジか。みんなはぐれないようにね。例えば森永千里のあのチモシー声、じゃチモシー声以外のチモシーの印象強いですけど、それだけじゃダメだって言っていろいろやってますからね。夜更かししてる悪い子はいないけど、いないし、っていうあれの刀が美少女になるゲームの、何言ってるかわからないけど、刀が美少女になるゲームの、まあ刀剣乱舞の女性、あ、美少女版ですが、六つの神っていうのは本当に良かった。良かったですからね。あ、そういう役もやるんだっていうことで、ああいうチャレンジングな姿勢っていうのは大事ですね。生き残っていくに対して。やば、手
手を貸してあげるわ。若々しさを保つことも大事だよな。これで OK。 あとは清香夏みたいにスローループ31になろうかとしてね、真冬全然あの10も下の人に対して若さ発揮できてるのはすごかったよな。あ、ダメでした。真冬はちょっと聞けるかな。いけますね。真冬でいいのかな。そう、真冬は CV ハヌーのハンズ戻ってこれましたね。結構好みのキャラ。ちょっといや彼女の場合痩せすぎたな。痩せすぎだったよな、ハヌーのハンズは。そうなの、うん、なるほど。もちろん痩せてる人なんてたくさん、早見沙織とか深川セリアとかたくさんいますけど、ちょっと病的だったからな、ハウアンズは。はい。その。彼女がやっぱり出てるアニメ的な傾向から言ってやっぱり未来は厳しいなとは思いますけど、とりあえずまずやっぱり体大切にしてほしいな。それでまあいい役取る場合もあるかもしれないですからね。みんな揃ってるわね。まあ何やかんやっても28ですからね。ったくひどい目にあったな。服の中まで砂が入ってきてる。この状況で脱ぐわけにもいかないし、もう少し進むまで我慢してね。これは時間かかりそうね。覚悟できてるんでしょうね。ダメだ、死なせないぞ。まあ、ブレンド S で言えばなんかアジは実力者、人は器用貧乏だけどメンタルが強いから、あのさあ今のうちに強いし、いろいろやってくれるから。起用されてるっていう無事に帰ろう。さっさと終わらせるわよ。ここは守りに徹するタイミング。全部がハマり役になるケースってないですからね。行った。結城葵でもない。自分で何とかするから。真冬の魔法で元気になれ。落ち着け落ち着け。声援は応援上映みたいに。叫びもな。はい、みんなお疲れ様。はい、どうぞ。それさ、真冬特製ラブラブコースター。初めて見ましたね、真冬の属性は。無茶しないでね。やってみよう。日焼け止めはちゃんと塗った？先生です。この悪い子はいないかな。生徒もいないし、いいわよね。気分良くなってきちゃった。のんびりするのも悪くないでしょ。ちょっと飲みすぎちゃったかも。あとね、やっぱりスキャンダルもね。マジか。スキャンダルもろいな。まあもろくない人もいるけどな。
買い過ごす人もいるけど、厄介な愛は影響出ちゃってるよね。何とは言いませんが、まあスタッフが止められなかったのかなって思った。あれは私が何とかするわ。何の話しようとしたっけ。まだまだいけるわよね。あれ別の人の話しようとしたんだよな。まだまだこのままじゃダメ。忘れてしまった。手加減しないわよ。だ、オッケー。なんとかなったわね。あと強いですね。あ、違う違う、これ終わりかな。まあ、飛ばしでいきます。先に会い、別に帰らないの話したいんじゃなかった。何だったっけな。青です。もう藤川佳代行ってみましょう。結構結城葵キャラの中でも藤川佳代お気に入り。あ、そういうことか。だから声優である必要性のある業種って正直減ってるなっていう。あ、やっぱりアイドルも、アイドルや芸人なんかもここで会ってる。よくたどり着いたね。脅威ですけど、まあ、昔からね。わざわざお出迎えか。芸人とかも本当に黎明期から多かったしな。分かってるわ。もうお互いの狙いも分かってる。それらもいいな、好き。なら隠す必要もない。メイク？ダメよ。当たり前だよ。まあまあ。カルダモンだけ聞いとく。召喚師。キララって言うんだね。覚えておいた方がいいですよ。なんて言ったって。それは知ってる。さっきから何度も見たから。でもあれなら私の方が上。小林さん。お、そっちじゃない。やっぱりキルミ。洞窟は狭すぎるから。ここならソーニャちゃん、私はもっと早く動ける。速攻型なんですね、カルダモンは。まあ、田村むつみも頑張ったよ。守ることも私の役目だから。セルフプロデュース大事で、結構。それじゃあ効かないよ。自分で何とかそれじゃあ効かないよ。これならいそうだ。VTuber の中にはまあ元。そう、 VTuber がみんなで頑張ろう。こっちだよ。東京に集まってアフレコをする声優のスタイルって、私が力になれば。さあ、87年度対決。自分でなかなかやるね。くないこれも面白いよね。やってくれるじゃない。攻撃力も強くない。あんま無茶すんなよ。あ、いや、まだか。負けられないよ。いや、やっちゃったな。あなたたちは強いわね。みんなのおかげよ。こんなに軽いだもん、弱くないもん。声優ってやっぱり創業して自分でやっぱり仕事作れないし、まあ、作ってる人もいますけどね。すみません、あなたとっても嫌なし。私嬉しい。まあ、でもそういう人が生き残っていくのかな。自分で企画したり、あの、自分で吉岡真由みたい、自分で台本書いてとか。あ、アニメだけじゃ、あ、最初アニメやっぱり名前あげるためにはいるけど、それをもちろんやっぱり自分の持ってる才能を生かさないとね。クワちゃんのお笑いとか
厳しいな。東京でやっぱりアフレコするスタイルって限界来てるんじゃないかなって。まあ VTuber なんか地方で北海道とか近畿とか、九州で収録してるケースもあるからな。まあもっと2時3時とかホロライブみたいにライブとなると結局東京が有利ってことになっちゃうと同じ鉄踏んじゃうけどね。でもそうじゃなくても北海道いても、あの関西いても成立するっていうのはすごく、あのフレキシブルな、やっぱりリモートワークってあるじゃないですか。そういうスタイルで VTuber はもう合ってると思うから。声優って要するにもう出社してなんたらかんたらでっていうスタイルになってるから、で自分で基本的にアニメだったら仕事作れないから、アニメ好きな人は声優見ずに作画見た方がいいですよ。作画のスタッフとかもっと見ましょう。さあ行くか。ユキの言った通りだったか。さすがはカルダモンと言うべきかな。まあ自分で。でもキララさんだって負けてません。あのスタジオをあの建ててるケースもあるけど、お金かかっちゃいますしね。とあと金持ちは道楽になるのかな。あ、それなら、あ、もう一回。早いからな。とにかく足を落とす能力がいる。ちょっと真面目にやらないとね、これ。え？足を落とすやつっていないの？私の役目だから。ないな、普通の攻撃だ。それじゃ効かないよ。まあ、タンクするしかないしな。これならどうだ。それじゃ効かないよ。まあスカーク早く倒しちゃうとか。オッケー、ナイスー。そんなに強くないか。あなたたちは強いんだね。これだもん、簡単に倒しましたね。まあでもこれ以上やるとやばかったかもしれないから倒しちゃうって正解です。いつの間にかクリエ刑事の方に寄ってきていたなんてね。狭いところに追いやれば動きを鈍らせることができるって思ったんです。もっとだからキララも強かったんだね。ただ力を借りてるだけじゃないんだ。でも爪は甘いかな。そう、あのビビ自分があの上げてるゲームのあれってヴィーナスイレブンビビットってあの大阪なんですよね。ゲーム会社収録はどこでやってんだろうな。多分大阪の声優使ってると思うんだよ。なぜだかわかる。小倉優衣とか田村ゆかりとか、まあ須崎あやもか主役のは、まあ当然東京にいる、今東京にいる声優さんだけど、うん、なんだこれ。これってそういうやっぱり会社が増えるといい、いいなぁとは思いますね。まあ結局あのテレビアニメっていうのが、テレビって結局東京キー局があるから。私は役目を果たせなかった。すまない。あ、クリアした。
さあこれで次がもう出ましたね。 A の狭間にて。あのね、あなたとても優しい、うん、私嬉しい、みんなハッピー。まあこれからなる人はやっぱりまあ考えた方がいいけど、結局養成所のいや専門学校の入校は止まらないんだよな。作りたいのか。あとあの演技派だからって言ってまあ花森由美みたい突き抜けてたら別だけど、結城葵みたいにやっぱりセルフプロデュースですよね、基本的にはね。アイドル力だけでもやっぱり生き残れないし、それは年齢が経っても経ったら遊んになる、だんだんと消耗していくし、でアニメはアフレコしても便利屋になっちゃうから、そういうセルフプロデュース力がやっぱり自分をどういう立場に持って仲間を増やしていって、他の人とどういう関係性を築いてコミュニケーションするかですね。これそうコミュニケーションの媒介をする人でしかないってことですね。それ媒介をできる人が生き残っていくんじゃないかなと思います。元気ない時はパーッと遊ぶです。うん、ここまでかな。トレードできるかな。早朝、コルクに。早起きは三問、どれにする？一個使うのか、でもコミュカードいるよな、結局。交渉成立。お金が足りないか、ちょっとでもお金欲しかったりするよな。交渉成立。結構このゲームはお金が大事。これ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 、学校暮らし。まあ結構やっぱり声優さんがいろいろ倒れたりするので体調不良とか多くなるので、まあ愚痴中止になってしまいましたが、まあ東京でまあ他の業種に言えることですが、東京に全部集めて全部作るっていうのは果たしていいのかっていう
ことが結論ではありますね。地方の人とか東京の環境全然違うっていうしな。なんかもう動きがすごい早いっていう言うらしい。まあバランスよくしていかないと健全な発展、国土の発展ってないですよ。はい、それだけは言っておきますということで、以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのアカウント、ぜひフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。